ということでスワンナプーム国際空港に到着いたしました。とりあえず今からですね、タイを去って日本に今から帰ります。で乗る航空会社なんですが、エアアジアでまた帰っていくんですよね。そうで前回は関空からマレーシアクアラルンプールまで15,000円ジャストで諸税込みでね激安に行きましたっていう動画出してると思うんですが、今回はですね、バンコクからしかもスワンナプームから関空に戻ります。バンコク、スワンナプーム、関空はちょっと高いんですよね。まあちょっと高いと言っても今多分最安で取ったんじゃないかなと思います。運賃の方がですね、まあ全部諸税込みで17,190円、なんか2000円ちょっとクアラルンプール行くよりね高いんだけど、距離は短いはずなのになぜか高いんだよね。まあそれは多分日本人の人がよくタイに行くから値段がちょっと高め設定なんですよ。まあでもそれでも安い方です。それで取りました。であとはねちょっと深夜便ということで、まあ、座席をしっかり確保したくて、でもうめんどくさいね荷物も預けようと思って、パックがあるんですよね、それセットになったやつ、座席指定、荷物、保険、機内食一食ついた、まあ、5800円ぐらいかな。今回それもつけたんでトータルで24,000ちょっと、それで今回予約しました。まあ、それでも安いよね。ジップエアで行くよりも安かったんで取りました。はい、で今からオンラインチェックイン終わってるので荷物預けてチェックインの方して出国したいと思います。言い忘れてましたけど今の時間はね21時34分、で出発が0時55分、日付変わってね深夜便です。で明日の朝8時頃に関空に着くっていう便で、まあ、なかなか過酷なんですけど、まあ、もう寝るだけですね。深夜便に関してはもう LCC がいいんじゃないかな。寝るだけだったらね一番安くてサービスいらないよっていう人はもうベストだと思います。エアージャーは F カウンターです。ここ最近だとあれかな、ドンブアンからタイエアージャー、それで福岡まで帰った記憶がありますけど、今回はスワンナプームから関空です。めちゃくちゃ並んでおります。一応ねオンラインチェックインしてあるので、セルフチェックイン機でやっていきましょうか。日本語あるね。読み込みはできたかな。あーできないね。なぜだろう。ということでチェックインのお完了いたしました。オンラインチェックインしてもね、荷物預けるから並ばないといけなくて、それ1時間ぐらいかかりましたね。結構じゃあ今回のフライトもたくさん乗るんかな。一応事前にね見た感じだと自分の座席今回 6-A のクワイエットゾーンの前の方なんですけど、これは座席指定したんですよね、パックで買ってるから。隣いなかったんだけどな、あれだけ並んでると満席かなっていうレベルですね。とりあえずやることやったんで今から出国して、時間あるんでプライオリティパスで入れる感じ、まあ、いつもの流れになりますけど行こうかなと思います。この空港に来る前に知り合いの人たちとねバンコク市内で今ムー型を食べてきたとこなんですよね。だからお腹いっぱいなんでちょっとラウンジではあんま食べないようにしようかなとは思ってます。しかも機内食ついてんだよね今回ね太るね。とりあえず今から出国します。それでは今から保安検査を受けてタイを出国します。もう空港来る前にですねマッサージを受けて、でさっき言った通りムー型を食べて、もう大満足して爆睡できる状態なんで、今日はもう飛行機乗ったらすぐ寝ると思います。ということで出国審査保安検査終わりました。めちゃ時間かかりました。今回は40分50分ぐらいかな。単純に混んでるっていうだけですね。まあ、この時間帯混んでるんでしょうがないです。いつもであればね私のお気に入りのオマーン航空のラウンジ行くんですが、前回ねターキッシュのラウンジ行ったらめっちゃ良かったんだよね。であっちの方が空いてるような気がするんで、まあ、ターキッシュ行きましょうか。今の時間は23時ぐらいなんですけど結構ね人多めですね。であと1時間後ぐらいなんでボーディングタイムがちょうどいいぐらいの、時間帯だと思います。ちょうど自分が使うゲートが E ゲートなんで、E の方なんでねこのラウンジが、なんでターキッシュがちょうどいいかもしれないな。こちらですねターキッシュ、またまた来ました。ということでターキッシュのラウンジ入りました。3人ぐらいしかいない、ガラガラですね。空いてる方がいい。品数がたくさんあって食べるものがあるよりもね絶対にそっちの方を最近取ってますね。まあ、でも十分あるもんね、前回食べたし。そうマッサマンカレーが確かすごい美味しかったのと、オレンジジュースが超うまかった気がするね。今日はオレンジジュースないな。あでもこんなピザみたいなあるピザっていうかこれあれかトルコの料理だよね。この時間の方がなんかいろいろありそうですね。あでもスープとかもあるんだ、これフムスですね。
ということで、もうこの時間なんで、たくさん食べたらもうやばいんで、ちょっと少なめにオリーブとトウモロコシだけ、一応ね気は使ってるつもりです、うん、最近マジ食べ過ぎてるからね。一応オレンジジュースはありました。オーダー制でしたね。このオレンジジュースね超うまいです。うん、中東行ったらオレンジジュース、まあ、もしくはオーストラリア行ったらオレンジジュースって感じですが、これはねうまいですよ。ただこれもね結構果糖が入ってるんで、果物は食べても太らないよとか言ってる人いるけど、あれ大間違いで、果糖は糖分ですからね、太りますよ。超うまい。ということでラウンジを出ました。もう眠いです。もう早く飛行機に乗って寝たいです。あと15分ぐらいで搭乗開始ですね。ちょうどいい感じです。もう意識があんまないです。それでこちらですね、 XJ612 便大阪行きです。関空行きですね。搭乗開始がね0時15分で出発55分なんですけど、まだ23時57分ですが、もう今搭乗開始になりましたね。早いな。あれなんですね、機内の準備が早くできると早く始まるんですね。早く出発してくれるならいいけど、そうじゃないなら乗っててもねあれなんでね。ということでゲートくぐりました。置き止めなんですね、バスですね。深夜の、深夜便でバスはちょっと嫌だな、置き止めでね。それでは乗ってきます。ということで機内に入りました。エアバス330-300 ですね、はい、これはねタイエアジャなんですよね。で行き乗ってきたのはエアジャ、あのまあエアジャグループだけど会社が違うってやつですね、はい、なんで行きだとビジネスクラスがあったんですよね。フルフラット、プレミアムフルフラットベッドかな。これはもうオールエコノミーです、はい、なんででもただ前方があれかな、クワイエットゾーンって書いてありますね。こちらのクワイエットゾーンを、ね、指定すれば、まああれでしょう、うるさい人は来ないというか、まあ、あと小さいお子さんもダメだったんじゃないかな。あの静かに、眠りにつけたい人はここを選ぶ方がいいです、はい、なのでかなり前方の位置にあるのでエンジンよりだいぶ前ですね、まあ、よくビジネスクラスとか乗ると前の方でこんな感じの景色だと思いますが、まあ、今日はこれで、5時間45分フライト、まあ、多分装着すると思います。で朝の、8時前後に到着だと思います。まあ座席のシートピッチャー、まあ、拳2個ぐらいあるかな。勢いなんかちょっと広いかな。そんなことないか、まあ、あんま変わんないですね、うん、1個半ぐらい、まあ、激狭 LCC という座席ではないですね、うん、あの機材が大きいんでちょっとゆとりがあると思います。はい、ということで間もなくドアが閉まります。今もタラップがね外されたんですけど、やりました、大勝利です。
隣もいないし、もうほぼ空いてますね。はい、ガラガラですわ。前方のあの最前列の一番高いシートですかね、座席指定すると、そこはちょこちょこ埋まってます。ただその裏ですね、今自分は 6A なんですけど、それより裏は誰もほぼ座ってないです。お手元の搭乗券に記載されております。座席番号に沿ってご着席ください。お座席にお着きの際は一度ご着席いただき、後方のお客様へ通路をお開けください。The commander of this flight is Captain Dave, assisted by First Officer Atajit and every person in charge. ท่านผู้มีเกียรติคะนี่คือประกาศพิเศษค่ะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศ皆さんおはようございます。離陸後すぐにもう爆睡してしまいまして、座席も3席1列独占で寝ておりました。もう快適に寝てました。で今ですね、放送があって機内サービスが始まりました。なので離陸した直後は機内サービスなくて、到着2時間前から始まるというパターンですね。で今回機内食ついてるので、今から配られると思うので食べようと思います。それで機内食をもらいました。今回ねチキンラザニアに確かセレクトしてたんで、はい、これになりました。はい、あとお水は無料で1本ついてきます。それでは開けてみました。こんな感じですね、これありなんじゃないかな。量もちょうどいいですね。本当にお腹が膨れる量では全然ないんですけど、満腹になる量ではないんですけど、これぐらいがちょうどいいっていう人も多そうですね。もう今の自分の状況ではこれぐらいがちょうどいいです。いただきます。大したことないかなと思ってたんですけど、食べてみたら結構美味しいですね。うん、濃いめの味付けで、まあ、あと熱々なんでチーズも溶けてて美味しいです。
Ladies and gentlemen, we have landed at Kansai International Airport, Osaka, Japan. 皆様ただいま関西国際空港離着陸いたしました。現地時刻は4月11日火曜日8時50分、気温は25度でございます。皆様本日はエアアジアをご利用いただきまして誠にありがとうございました。ということで関西国際空港到着いたしました。いや一番最初に出れました。いいねやっぱあのクワイエットゾーンだとね、静かだし。ということで今回は行きと同じくね、まあ、3席1列独占で横になって行けたんでめちゃくちゃ楽でしたね。まあこれは本当運なんで空いてる日に乗るしかないですよね、うん、他のお客さんもほとんど皆さん横になって寝てました。とりあえず今からイミグレーション受けます。韓国はねめちゃくちゃ歩くんですよ。ということで改めまして日本入国と、税関審査終わりました。今回ね初めて税関審査でがっつり引っかかりました。自動化ゲートで登録してたんですけどその前にですねあの麻薬探知犬に引っかかりまして、そうワンちゃん2匹にねまあ、吠えられはしなかったんですけどすごい匂いかかれてて、でそれを見られててみっちり調べられた。で俺まあ本当に何もやってないんで、でタイから帰ってきてるってことで大麻をですね、まあ、お土産とかで持ってないかっていうのをめちゃくちゃ質問されて1ミリもやってないっていう風に言ったんだけど全部の荷物を確認されました。であとなんか体とかね服とかのなんか擦りつけて調べるのもやって、全部でそれ30分ぐらいかかったんだよね。そうだからそれがちょっと疲れました。日本でこんだけ調べられたの初めてですね。で説明してねちゃんと言ってるんだけど結構ガチで疑われてるんでちょっとイライラしましたね。してないってずっと言ってるんだけど、なかなかね結果が出るまで信じてくれないんで、まあ、ひたすら待って全部荷物開けて、いや厳しいね、まあ、タイに何回も行ったりしてるとそういう風になるんかな。それで今回のねエアージャーのフライトなんですけど、まあ、飛行機乗ってね離陸してもうすぐ爆睡してしまいました。先ほど言った通りねガラガラだったんで一列独占で、まあ、横になってくることができたんで、まあ、その面に関してはめちゃくちゃ良かったです。航空会社としてはねお客さんパンパンじゃないから厳しいかもしれないけど、であと今回機内食と座席指定と荷物預けもやったんで、まあ、それで24,000円、全然コスパいいんじゃないでしょうか。はい、バンコクサンナプーム空港0時55分出発の朝8時50分に関空、まあ、なかなかいいんじゃないですか。使い勝手はいいかと思います。深夜便できついはきついんですけどね、横になれたっていうのが最大 の今回 の良かった点かなと思います。今回エアージャーバンコク関空線で快適に移動できたので良かったです。はい、すいません、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。